アントニオ・ジョアンでブラガンサイ・オルレアンス・イ・ビッテルス・バシュは、ブラジルの旧皇帝家ブラガンサケの子孫の一人で、バソーラス系オルレアンス・ブラガンサケの一員。全名は、アントニオ・ジョアン・マリア・ジョゼ・ミゲル・ハファエル・ガブリエル・ゴンザーガ。一般には、ドン・アントニオと呼ばれる。バソーラス系ブラジル皇帝家課長、ペドロ・エンリケと、その妻で、バイエルン王子、フランツの娘であるマリア・エリーザベトの間の、 第七子、六尾として生まれた。1976年、リオデジャネイロ州バラドピライの大学で工学の学位を取得している。1981年9月25日及び26日、ブロイユにおいて、リーニュコー、アントワーヌの娘クリスティーヌと結婚した。その半年前の同年3月に、アントニオの妹エレオノオーラと、 クリスティーヌの兄ミシェルコーセ正氏が結婚しており、この結婚は二重の縁組だった。夫妻はマニーに何二女の四人の子女を設けた。バソーラス系ブラジル皇帝家では、ペドロ・エンリケの八人の息子たちのうち、五人が、家内法に転職する、帰省結婚により家督相続権を放棄している。長男で、現当主のルイス・ガスタンと三男のベルトランドは、生涯独身で、 着出死がなく、バソーラス K の高等は、アントニオ・ジョアンの子孫に受け継がれる予定である。2009年、アントニオの長男で、バソーラス K の次世代の後継者として、君主制支持者の期待を一心に集めていた、ペドロ・ルイスが、エール・フランス447便墜落事故で、創生したことは、バソーラス K にとって大きな痛手となった。アントニオは、風景画家であり、 ポルトのイパネマ公園やクリチバ、ジョインビレなどの諸都市で個展を開催している。現在は家族と一緒にペトロポリスに住んでいる。ありがとうございます。